に行けよ。今の俺をこれ以上怒らせるな。ガキの集めた財宝を頼りにしてでも俺は再び返り咲いて貴族どもに復讐すると誓ったんだ。おめえらの兄弟もそうだろう。あいつらは己を特別な人間だと思ってやがる。その他の人間はゴミとしか見てねえ。サボはそんなこと思ってねえ。同じだバカ野郎。おめえらとつるんで優越感に浸ってただけだ。違う。親が大金持ちのあいつに本来何の危機感がある。貴族の道楽に付き合わされたのさ。腹ん中じゃおめえらを見下して鼻をつまんで笑ってたのさ。それ以上サボを悪く言うな。そうだ、サボは自由になり